どうも皆さんこんにちは、イヤです。今回はベレンを離れて、これまたアマゾンの街マカパに来ております。今もう空港にいるんですけど、このマカパという街、アマゾン川に面していて、さらに赤道直下で、さらにその赤道の上にサッカースタジアムがあって、今日試合があるということなので、ちょっとめちゃめちゃ楽しみにしてます。空港から市内まで歩いて30分ぐらいで、もうそんなに遠くないので、早速行きたいと思います。それではレッツゴー。見えてきました。これが本物のアマゾン川、めちゃめちゃ広い。じゃあちょっとアマゾン川沿いを散歩します。スーパーで買った果汁のジュース、これも日本じゃ本当に見ないやつなんで、飲めるうちに飲んでおきます。川沿いが遊歩道みたいで、こんな感じですごい綺麗に整備されてる。こういうのちょっと行ってみます。この奥に行ってアマゾン川の上に乗ってみます。城壁の上にはもちろん大砲が大量に並んであります。城壁の横にはメルカードセントラウ、いわゆるマカパの伝統料理的なものもいろいろあって面白いんですけど、ちょっと客引きが激しい。今回はこちらで昼ご飯、ついにアサイが食べれます。そう、これがブラジル北部アマゾンの方だけでしか食べられない食べ方、このアサイを魚につけて食べます。アサイって結構甘いイメージがあると思うんですけど、これはほぼ無味です。この白い粉、ファリーニャを入れて食べるのもおすすめらしい。味のしないアサイはただの紫色の無味の、喉が渇くだけのソースなんで、正直あんまり僕好きじゃないですね。
というわけで到着しました。これが地球のど真ん中、赤道の記念碑です。というわけで早速行ってみます。スーと書いてあるので、こっちはまだ南半球ですね。で、これを飛び越えると北側、北半球です。まさに地球のど真ん中に今立ってます。人全然いません。なんか赤道の上だとまっすぐ歩けなくなるっていうのをちょっとネットで見たんで、本当かどうか検証してみます。ちょっとずれてる、よくわかんないんでもう一回やってみます。なんか本当にまっすぐ歩けなかったです。変な感覚がしました。嘘だろって思った方、ちょっとマカパに来て実際にやってみてください。ちなみに地球のど真ん中からの景色はこんな感じです。この道はまさに右側が南半球で左側が北半球、地球の中心を走ってる道路です。ちなみに真横にめちゃめちゃえげつない公園が建設されてます。あれが、そう、赤道の真上に立ってるサッカースタジアム、ちょっとあれ見に行ってみます。ただ残念なことに今日あそこのスタジアムで開催される試合が延期になってしまいました。赤道直下でサッカーの試合を見る夢は残念ながら叶いません。これが赤道直下のスタジアム、ちょっと壁がでかい、中覗きたいな、せっかくなんで。感じで散歩したりランニングしたりする人も結構いるので、治安的には落ち着いてますね。全然ブラジルのリオとかサンパウロよりはもうめちゃくちゃ安全です。多分あれはカーニバルの残骸です。これがメインスタンド、こう見るとめちゃめちゃでかいですね。通称ゼラオンって呼ばれているんですけど、もうこれは文字通りゼロって意味です。ただちょっと中の様子は見えなそうですね、残念。すいません、期待した皆さんもごめんなさい。この感じチケット売り場だと思うんですけど、ちゃんと閉まってますね。アマパ州には8チームあって、今その8チームでアマパ州選手権やってるんですけど、その試合のほとんどをこのスタジアムで開催しているということで、ちょっと芝生の状態がかなり悪いため、で明日も試合があるので、その試合に備えて今日の試合は延期で、さらに会場も変更ということでした。残念、マジで悔しい。悔しいけどアマパ州リーグのためだけに飛行機 3,4 万出して取り直すのはちょっと価値がないので残念、帰ります。
ゾン川に沈む夕日を見にもう一度ここをやってまいりました。ここで夕暮れ時のアマゾン川を見ながらディナーも食べれるということです。ちょっと行くかは考えますが、夕暮れ時で結構涼しくなってきたのでこうやって散歩してる人も結構いますね。 QOL がバカ高い。